町田菊次郎から1917年4月2日は、群馬県の養蚕家。高山長五郎の後を継いで、高山社、第二大社長となり、私立講師高山社産業学校を設立した。嘉永3年11月23日上野国力屋、郡本坊村の養蚕農家、町田藤太郎の子として生まれた。幼名は藤太郎。明治5年3月9日、家督を継ぎ、 1874年3月、本郷村副校長となった。矢場村で堤防工事を監督した際、休憩時間に吉田貞十郎宅で高山長五郎の新門一区の講義を聞いて興味を持ち、1875年入門し、1876年3時、飼育法授業員として地域を巡回した。1879年緑野軍の陸伝を、 水田化するため、神田川、南川、三名川の灌えを計画したところ、神田川から引水していた埼玉県小玉郡、上郡に反発され、小江戸村高橋坊等に自宅を襲撃され、高山長五郎宅に避難した。千曲川から神田川に引水して、水量を補う案を立てるも、陸電を草園として活用するよう長五郎に悟され、断念した。同年村役を辞し、 村会議員となった。1880年鉱山科監査員となり、授業員の勤怠管理を行った。1884年3月鉱山社が設立され、1885年副社長となり、根力寄贈、松本五作に、解雇病対策、佐々木長厚に、顕微鏡による、解雇が散乱検査を学んだ。町田菊次郎1886年8月。 星野長太郎と北海道進出を計画し、札幌を視察中、社長、長五郎の重病により帰郷し、12月公認を任された。同年緑野軍、他国軍連合町村会議員。1887年3月鉱山社を、藤岡町アザ中原工事に移転し、事務所、電習所、三公館、倉庫4棟を建設した。同年北海道を再訪して札幌、 にわか、虫村に、養蚕練習所を設立し、亀田軍、上磯軍に教師を派遣した。同年緑屋軍、多子軍同業者の蘇生乱造を抑制するためキーと、高山組と称して、合同販売を担い、星野長太郎と共に、アメリカ合衆国への直輸販売を行った。1889年パリバン国博覧会に、赤つくづく眉を出品し、同賞を受賞した。 1895年広島県、福井県の依頼で両県で養産術を遊説した。1897年5月、新井良一郎の勧めで、星野長太郎と上海に渡り、チャンスー省、石膏省、関東省等の産業を視察し、8月3週20週余りを持ち帰った。高山社及び、 私立公主産業学校前継1899年落ち手実業学校として高山社産業講習所を設立し12月校舎を新築し1900年4月公主実業学校の認可を受け1901年4月15日鉱山社産業学校と称し6月14日校長に就任した1905年10月の商務省 群馬県の命で、三つ間大作、黒沢定吉と大連に渡り、満州安道県の作産業、韓国平安道、高海道、京畿道、中西道、京商道の三市業を視察し、12月帰京した。1910年、大久保最地と政権共同販売会社を設立した。1911年、神羅社理事。また、藤岡銀行取締役を務めた。 1917年3月25日副社長校、三部重郎次期社長、高橋茂太郎と、息子三郎を次期副社長に指名し、4月2日または3日死去し、達田寺に葬られた。法名は、大臣院延長家熊本小路。産業学校は、高山武史重労に引き継がれたが、1927年3月、末日廃止され、跡地は、緑屋教会を経て、 現在 J8 の富士駐車場、富士岡幼稚園、緑保育園となっている。1938年諏訪神社古墳場に町田菊次郎聖徳碑が建立され、2014年6月25日、富士岡市有形文化財に指定された。家業の養産業は1970年孫年が、体調を崩し、1971年ひまごえ子も、 企業に就職したことで途絶えたが、1892年頃地区の聖火見聞教場にはおもや、創場が現存する。町田和歌、ありがとうございます。